我が国は神が作りたまいし国。アマテラス大御神をはじめ、多くの神々が共に皆を見守っている。ことに大御神が岩戸へお隠れになられたおり、御心を慰めんと踊り舞った雨のうずめの御事は芸能の神として崇められ、今も我々の心に息づいている。また古より多くの疫病災害で民が苦しきおりも、神に祈って災いを乗り越えてまいった。現代の武漢コロナ禍においてもしかり、皆の祈りによって最小限にとどめている。さあ皆で祈ろうではないか。大自然と共に共存共栄を目指して。Thank you.
これからの未来永劫、己を信じ己の道をまごうことなく突き進むが良い。平成の時代から本当に着物を着なくなってしまったということで、日本人でありながら日本人でないようなこう形になってしまいました。この令和になって、令和という字、和という字が入っておりますけれども、やはりもう一度日本の国をしっかり取り戻したいという気持ちが多分、国の方にもあり、日本の文化をもっと大切にしたいということがすごくあったと思うので、皆さんにね、これからどういうことが行われてくるか実際問題は分かりません。先のことは分からないですけれども、日本人の心というのはしっかり自分で自分の心を持ち、そして神に頼むというよりは神様に見守ってもらっているということがすごく大事になる。まあ、それがこう自分の支えとなってこうやっていけば、その精神的支えというのは基本的には自分の思いの中なので、それがしっかりこうあれば、どういう状況になってもそれを支えていけるというか、そういうふうになっていくと思いますので、今後も皆さんもね、神様に見守ってもらいながら自分の道をしっかりこう進んでいく、迷うことなく進んでいけるような世の中になってほしいなと思っております。